はい、えー、皆さんこんにちは次世代応援チャンネルの、えー、MC のシンでございますえー、いつものとおり社長でございますどうも前回の動画で外訳というかなんか一覧表で説明していただいたんですけどいろんな名前出てきちゃってその一個一個それぞれどういうもんかっていうのが分からないとな,なかなか理解できないのかなっていうふうに思ったんですけどまあ年金はね はい、どうしても複雑だからね。じゃあその一個一個を紹介していく講義動画の部分もあったりなんかするんでそれ見ていただきます、うん、一つ「国民皆年金」という話をね前の動画で言ったんですけどね,けどね、うん、問題は皆年金とか皆、はい、保険とか。うん それかから税金も人しか払わないまあ税金はね常識として人しか払わなくちゃいけないっていうのはみんな分かってると思うけどね日本の学校教育制度においてはね大学でもはい年金制度とかを教える講義がないのねうん確かにまあ政治経済学部とか言ったらあるのかもしれないけどうん、うん、だからまあそういう意味で言えばね、はい 人生の必須科目なのに年金のことを知らずに就職したり、うんうん、社会に飛び込むわけで、ねうん、これはあまりにも理不尽だと思うのねなるほど、はい、だから自己防衛として将来の自分の生活設計の 一番大事な部分根幹にかかる部分として、はいえー、健康険とかあと年金のことはちゃんと学習してもらいたいと思いますねなるほど、ね、だからまあ講義でもゴリゴリやってますけど我慢してみてくださいはい、はい、<laughs> そうですねはい特にだから就職前の次世代必見みたいな感じですかね、うん、そうですねはい、はいはい、じゃあ小義動画見ていただこうと思います <laughs> えー、国民年金の部分は基礎年金と言います。えー、日本に住む20歳から60歳未満の方はすべて加入の義務を負います。えー、これを国民会保険制度国民会年金制度と言います。保険料受注額は、えー、定額となるのですが、えー、実はこの保険料の部分に関してはですね、えー、2分の1を、えー、自己負担2分の1を、えー、国庫負担と。 いうことになっておりますので、えー、その意味では国民年金危ないとか、そういうふうなことを言う方いらっしゃると思いますが、今のところ、ですねこの折半負担という状態で、ですねそれで、えー、年金が全く枯渇してもらえないというふうな部分というのは、ちょっと考えにくいと私は思います。この保険料という,ふうに、えー 称する場合と、それから国民健康保険税という言い方で、地方税の一部としてですね、えー、呼ぶ。それぞれの地方で言い方が、えー、違ってお、えー、いるケースがあります。これは、えー、自治体が地方税法の方の規定とかで、えー、徴収する場合には、国民健康保険税と言いますしね。 えー、自治体が地方税法の規定によらず徴収するという場合には国民健康保険料という言い方をするんですがこれは名前が違うだけで、えー、実態は一緒です次に、えー、国民年金基金は自営業者やフリーランスそれから農業の方々このような、えー、加入者の方を第一号室保険者というふうに、えーしえー、称します。で えー、ただ、この、えー、一番の国民年金だけでは足りないという場合には、この、えー、基礎年金、老齢基礎年金ですね、に上乗せして加入することによって、老後の資金をより手厚くするためにできた年金制度です。ただし会員、えー、加入は任意ですので、えー、その意味ではなかなか加入することによるメリット。 なども見えにくいということもあってですね。で、えー、加入が促進されてないのが、えー、状況です。それから厚生年金ですね、えー。厚生年金についてはですね、えー、サラリーマンとか、それから公務員なんかは基本的に第2号被保険者として加入の義務を負うということになります。で、えー、基本的に、えー、っとこの 1>, 1階建て部分に、えー、上乗せして厚生年金というのがあります上乗せしということはですねこの基礎年金の部分のなしにこの厚生年金というのはあるわけではございません、えー、あくまでも、えー、厚生年金を入った方は国民年金にも自動的に加入することになっていますで、えー、2階建て部分の、えー、厚生年金の部分はですね、えー 保険料は実は実収入に応じて変動しますそれから保険料の負担は労使折半となります。で、多くの中小企業はこの国民年金と厚生年金で2階建てにとどまっております。それから確定給付企業年金、これ3階建ての部分で、昔はですねこの確定給付企業年金というやつだったんですね。 大企業が主に導入している制度です3階建て部分ですね企業年金の部分ですねこれ確定給付というのはいくらお支払いしますよ将来というのがもう約束されているものですで、運用管理給付までの責任というのは企業が基本的に負うことになります年金制度というのは基本ですね事情じゃなくて 教助という,ふうになってますのでその意味では、えー、現役世代が全世代先輩を支えるというふうな形になっていきますのでねそういう意味では、えー、なかなか、えー、運営が厳しいい会社も、えー、正直出てきてきます企業側にですね、えー、給付責任があるにもかかわらず、えー、運用の手段が乏しいということもあって年金の、えー 運営が主に任せない企業も正直ありますただ、えー、実は近年までですね厚生年金保険料の一部を基金独自の掛け、えー、金と合わせて運用,だ運用する、えー、厚生年金基金という制度があったんですけどねこれがですね非常に、えー、問題になり、えー、積立不足ですね年金払い だけで倒産するような会社も出てきたということで2014年で原則廃止となりました企業年金は確定給付、ね、企業年金が元々であったということなんですがいわゆる確定拠出型企業年金というのがですね企業型 DC と言われているものですねこれが、えー、日本にも、えー、入ってきまして、えー、ここ20年ぐらいですね でえー、いわゆる企業が掛け金を積み立てて、従業員があらかじめ決められた対象となる金融商品ですね、これ実は主に投資信託です、保険とか預金もありますが、基本的にはほとんど投資信託です、の中から選択し、年金資産の運用を行う制度です。 その年金資産の運用を個々人が指示しますので、えー、将来受け取れる年金額は個々の運用成果により変動します。えー、この変動分については、えー、従業員の自己責任となります。えー、この確定拠出年金制度ができたこと、つまり自己責任によって、えー、運用する、えー、そういう機会が増えたこと、 この企業型 DC 以外にもですね、イデこという、いわゆる、えー、個人型の確定拠出年金で、そのほとんどが投資信託によって運用されるということで、えー、そういう、えー、知識をちゃんとつけなくちゃいけないということで、えー、この講座ができたという経緯も実はございます。まず、公務員の年,、えー、年金退職給付という。 2015年10月からですね、公務員の共済掛け金というのは、公務員の方が大企業に勤める人以上に優遇されてるんじゃないかというふうな批判もあってですね、基本的に廃止され、共済掛け金は厚生年金として統合されました。ちなみに、企業の3回分にあたる えー、企業年金に相当するものとして、えー、公務員の場合は職域加算という、えー、そういう独特な言い方をしていたんですが、えー、基本的にはなくなったという形に、えー、例えば説明の図とかではなっておるんですが、えー、実際にはそういうことはありませんこの職域加算というのはですね基本的に、えー、っとこれですね、えー、廃止されたとこれですね えー、いうふうに、えー、言われてますが、実際には、えー、年金払い退職給付という形で、今でも、えー、存続しております。えー、基本的に、えーっと、実は年金とかの運用についてのです、ね、確定給付部分については、えー、運用についての給付の水準そのものがです、ねえー、公務員の方が高い形になっておりましたので。 今では大企業と比べて、えー、だんだん差がなくなってきてるとはいえ、今でもまだ公務員の方が、えー、平均的な大企業の方よりも、えー、ちょっと上かなっていう感じをしますね。この辺は、えー、一つ問題意識として持っておいた方がいいかもしれません。それで次に、個人型確定拠出年金ですね。えー、いでこというやつですね。 ここの部分に関しては、いわゆる先ほど、えー、5番でご説明した、えー、企業型確定拠出年金 DC というやつとはまた別にですね、えー、作られた仕組みです。で、これについては、基本的に国民年金も 厚生年金も、それから、えー、確定給付型の、えー、企業年金もすべて確定給付という形なんですね。つまり、給付金額はもう決まっておると、原則。それがですね、確定拠出型年金というのは、企業型だっても個人型でも、基本的には加入者が運用責任を負うということになりますので、その意味では、えー、確定拠出と確定給付という言い方。 こここのとろは大きななポイントになるので覚えて、おいていただきたいと思いますさて、えー、イデコと言われる、えー、個人型確定拠出年金ですね、これは2017年1月から、えー、利用対象が拡大して、それまでもあったんですが、えー、非常に制度として使い勝手が悪かった、あるいは、えー、一部の、えー、国民の方しか、自治体には入れなかったというのが、えー 2017年から利用範囲が拡大したということですね。で、基本的には第1号から第3号までの20歳から60歳までの人はほぼ全員が利用できるようになりました。えー、基本的に、えー、ほぼ全員といってもですね、えーっと、自分が第1号なのか、第2号なのか、 第2号でも2階までの厚生年金までしか入っていないのか、それとも大企業に属していて、3階建て部分まで入っているのかによって、拠出額の上限は変わるんですが、それでも大企業の方、あるいは公務員の方でも、いでこは拠出額は変わりますけど、基本的に加入ができるようになりました。 ただ、その、えー、掛け金の拠出は自分が、えー、拠出することになります。個人型の場合は。で、自分が拠出して対象となる金融商品の中から選択し、自分で運用を行う、年金資産の運用を行う制度です。ですから、将来受け取る えー、年金額というのは個々の運用成果によって変動するわけですけど、えー、基本的にはこれは自己責任ということになります。えー、拠出金額がもともと上限が、えー、それぞれの年金加入している年金によって、えー、違いますのでここはしっかりと確認していただきたいと思います。これ後でまた、えー きっちりご説明いたしますがいでこの場合にはですね、えー、金を出すのも自分それから運用冊し入れするのも自分ということで、えー、何の得があるんだというふうに思われるかもしれませんがこのいで子というのは入らないのがうん損というぐらい、えー、いろんなメリットがあります。 入り口においても出口においてもつまり加入時においてもそれから、えー、将来、えー、リタイア時においてもですね、えー、受け取り時においても非常に大きなメリットがいれこは存在します、えー、ここは十分にまきしてですね、えー、理解しておいてこれからの人生に備えていただきたいと思いますそれから第3号被保険者いわゆる専業主婦の方々が 基本的には1階建て部分だけというのは先ほど申し上げた通りです、えー、いわゆる第2号被保険者、えーまあ、これは中小企業とか大企業に限らずサラリーマン、それからあと公務員ですね、いわゆる第2号被保険者に扶養されている20歳以上、60歳未満の配偶者、これが第3号被保険者といいます。 えー、保険料は配偶者が加入している、えー、厚生年金や共済組合が、えー、一括して、まあ、今は共済組合というのが厚生年金とこれ統合されましたのでね、えー、一括してとにかく、えーまあ、旦那さんなら旦那さんが負担するので、自身で負担する必要はないということになっています。えー、ただ、えー、これがこのまま。 えー、基本的に、えー、将来的にも、えー、続くかどうかというのは正直、えー、疑問が残るところもあります。つまり配偶者が加入している厚生年金や交際組合が一括して負担するので組合が負担するんですけど、えー、っと自己負担という部分ではないということになりますのでね。そういう意味では うんちょっと運用に無理があるかなというのは正直思いますし、それに今、専業主婦どんどん減っていって、いわゆる、えー、共働き世帯がもう6割以上という形になってますんでね、そういうことになると、もう、えー、年収130万どころじゃなくて、ダブルインカムという状態になると、第3号被保険者と言われる方は、えー、どんどん減っていくというふうにも、えー、な傾向にあると。 ということもちょっと頭に入れておいたほうがいいかもしれませんねいやー本当長かったですねこれ細かいというかいろいろあるんですねいやこれでも概要だからねうんうん、うん、はい分かりましたいや実際にだからきついのよ、うん、年金をねずっと払い続けていくのも現役時代、うんはい、それもきついしね、うん それを知ららずに生ききていいこととはもっときついからねだから就職の前にって知っとくっていうお話、はいはい、先ほどしたわけだけど、うん、あと最近転職とかでも当たり前だからねあと、うん、あの自営を今度は独立してやろうとか、うん、そういう時に、まあ、目先のと,とにかく仕事をどうするかっていうふうなことはどう当然大事なんだけど、うん、将来どうするかっていうことね。うんうん でやっぱり大企業と中小企業、はい、それから公務員、公務員なんて相変わらずね、はい、やっぱり格差が減ってるって言っても、やっぱ公務員は大きいわけよ。うん、だから、そういう意味では、本当にあの就職、転職ね、はい、そういうふうな時には、年金制度のことも頭の中で合わせてか、うん、あの知っておかなくちゃいけない。うん いでこなんかもね、はい、DC、確定拠出年金を取り入れてる企業と取り入れてない企業とかね、確定拠出年金取り入れてない確定給付のところに転職しちゃった場合に、はいうん、DC どうなるかとかね、はいでこの金額も変わってきちゃったりするからね、積み立てれる額。うんなるほどね そういうふうなことも含めて、うんで、金融機関でちゃんと説明してくれるんだけど、はい、金融機関って案外あの、年金制度全体については、教えてくれないのね。うん、まあ、パンフレットがあってこれ読んでくださいみたいな話になっちゃうんですかね。いやというか、はい、全体像がこうだからっていうふうなところについては、端折りれまくってるんでね。うん、だからまあ、本当に、あのー、人生の必須科目として、 少々きついですけどね、なんとか分かった上で、やっぱり社会人にデビューする。なるほど。ということを考えてください。ぜひとも、あの、私はもの通信講座で勉強していただいて。いや、投資家って言ってもね、あの、本当に、あの、いでこのことについて、あるいはまあ、この後出てくるニーサのことについてとか、そういうのはもう、ものすごくしっかりゴリゴリやってるんで、 そういう意味では本当に、えー、勉強する機会、うん、ちゃんと自分で持つようにしてくださいはい。まあそういったあの通信講座も用意しておりますということをですね下の詳細欄にしっかり書いてございますので勉強していただけたら嬉しいなというふうには思います講義も長かったんでこの辺で今日は終わりにしたいかなというふうに思いますはいじゃどうも今日はありがとうございましたありがとうございました